おはようございます。近江鉄道です。今日から変わります。よろしくお願いします。近江鉄道の社長自らアピールした新しい経営体制、その背景には琵琶湖東側の10の市と町をつなぐ近江鉄道は1898年に開業し、ピーク時に年間輸送人数が1000万人を超えていました。しかし利用客は減少し、現在はピーク時の半分以下。さらに老朽化した施設の修繕費用などで経営状況が悪化し、鉄道部門が30年連続で赤字の見込みとなっています。近江鉄道は全線を無料で利用できる日を作ったり、窓にお絵かきができる電車を走らせたり、さまざまな利用促進策を実施するも、根本的な解決には至らず、県などが廃線も視野に議論しましたが、新たに整備するバスなどの費用が存続よりも多くかかることが分かり、近江鉄道線は全線存続することとする。いないよし。そして昨日、上下分離方式と呼ばれる新たな経営体制に移行しました。それは電車の運行は引き続き近江鉄道が行う一方で、線路や駅舎などのインフラは沿線の自治体などが管理するというもの。管理費用は県と沿線自治体で半分ずつ負担します。私どもは電車の運転、それからお客様へのご対応ということに、特化をすることになりましたので、設備投資とか修繕で、かからなくなったところをお客様サービス向上のために私どもは資金をしっかり使わせていただこうというふうに思っております。また利用客の要望に応えて、交通系 IC カードイコカの来年度の導入を目指すと明言しました。新体制で走り出した近江鉄道、赤字のトンネルから抜け出せるのでしょうか。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。